お疲れ様です。今日はですね、こちらのジャイバスケラババスケキン型というね、やばいデッキをやっていきたいと思います。ということで、まあ、すんげえデッキ見つけてました。これでもマルチ上位でこれを使って上がってる人がいますね。しかも前シーズンも、まあ、ちらほらいたんですよ。ほんともう世界100ぐらいをずっとキープしてました。このデッキで。まあ、ということで、まあ、一枚一枚ちょっと重そうですけど、まあ、環境のね、圧着色衣服であったり、環境のメガナイトラムとかに対して多分強いっぽいんでね。はい、こちらやっていきましょう。さあ、ということで、まあ、やっていくんですけど、まあ、ジャイはね、バランス調整で強化されたので、まあ、なんなら強いよね。なんか前シーズン、普通にさ、ジャイスパも結構いたし、ジャイスキラも結構いたんですよ。まあ、それの合体バージョンですね。さあ、今回のやつは、墓石。で、まあ、スケトラなので、まあ、ラバですね。さあ、ラバの代わり。まあ、ここにはさすがにハンターぐらい流して、まあ、暇なんでスキル使って、いい毒みたいな気もするんですけど、これ、ホバ出てきてちょっと話変わったっすね。ラバホリっぽいので、ラバホリはラバホリで、多分ね、あれっすね。俺も使ってたやつだ、マルチで。さあ、もう無理です。止まりません。お互い止まりません。そうそう。いやでも、ジャイが、ジャイパンチがめっちゃ強い。いや、なんなら止まったわ、こっちは。いや、でかい。いや、でもカウンター来る。やばい。ちょっと待って待って、カウンター来る。そこはちょっと頑張ってもらって、ザピオくんに。ザピオくんに頑張ってもらいながら、こっちはスケキンは、スケキンで、ちょっと頑張れるのかこれは。さ、スケキンで。さ、とりあえず、端前ジャイスキャラ10コスの攻めで追っていく。まあでもなんか、相手のホバとかね、すごい厄介ですね、今回。まあ、そんなわけですごいジャイ行きたくなるんですけど、スキルは使い得なのか、まあ、使わなくていいか。さあ、これは非常に戦い方がむずくなってくる。左だとユニット溜まっちゃうんで右で行きます。でも左のラバはもうぶっちゃけほぼ捨てですけど、いやー、でも捨てたら捨てたで苦しいし、捨てなかったら捨てなかったで苦しいな。これどうしようマジでマジでどうしようって感じなんですけど、まあ、捨てるか吉。よいしょ。で、なんかいると思うんだよね、陸系。いや、もう、チンパンすぎる、もしかして。これぐらいがちょうどいいとかじゃない？大丈夫かな、これ。すごいことしてる、俺、もしかして。これがさ、ちょうどいいとかない？ワンチャンある？ワンチャン？ワンチャン！ツーチャン、キング！って、本当に？どういうこと？これでいいのか？使い方分かってんだけど、まあ、守れなかったら攻めちまえっていうやつ。勝てる？勝てたの？でか。さあ、ということで、まあ、いきなりね、キング、ゴリゴリいけちゃいましたけども、まあ、なんかね、ジャイスパと、まあ、スケキンスケラみたいな感じで、まあ、2回攻めれるっていうんですかね。まあ、縦役が2枚あるっていうのが、まあ、ちょっとこのデッキのね、まあ、強い部分のかな、というわけで。まあ、あとは、ま、どうだろうな。もう本当に、なんでこの黄色おじさんいんねんっていう。マジで本当にそこに限るんですけども。まあ、ザッピーとババで、やや5フォーカスですよ。本当に。ザッピーとババどっちに5打つのっていう。マジで、やや。で、こういうのは、もうね、ハンター出して、このハンターにある程度任せて、で、これはもう無理です。はい。相手が上手かったで終わるので、一旦のステイです。まあなんか本当はね、ここでリセット系とかあるとね、すぐ熱いんですけど、なんもないので、一旦ステイからの、え？やばい。インドの竹取れてない。うわ、やばい、マジでパーティーしてる、それ。ガチでパーティーしてる。うわぁ、痛すぎ、それは。さあ、ということで、11交換になったけど、痛すぎる11交換。で、相手なんかね、このファイボなんですよね。これがまた珍しいことに、俺の対空ザッピーにファイボ取られるとね、終わります。はい。積んでます。結構積んでます。が、頑張ってくれ。とりあえず暇なので、ババセパから行きましょうか。これも本当に、バルーンでファイボ取られたらどうにもできないので、もう本当に祈るというか、もう許容みたいなもんですよね。
よいしょ。そこらもう無理なので、逆にこのカウンターで、あなたちょっときついでしょっていう。よいしょ。サスケ金のスキルも、これ美味しい美味しい美味しい。ガチで美味しい。貯めてあげて、しかも、ハンターのエイムが、ハンターのエイムがもっと天才になる、あんた。いやー、ザップってもいい気したな、このコウモリ。いや、なんなら、あれなんかさっきから、なんならっていうか、え、ババが、ババがキング殴ってんだけど。はい。ということで。いや、なんか、負けた感すごいんですけど、なんか勝ってます。ババがね、ナイス。え、なんかね、不正じゃねんかみたいな、勝ち方してるんですけど、まあなんかカウンターが多分強いんでしょうね。まあさっきはスパーキー出してないですけど、ほぼ。まあスパーキー、スケラー、ジャイスケキン、このブーツですよ。体力高いブーツたちがね、カウンターしていくと、まあ相手からしたらね、多分最終的にきつくなるのかな。まあそんな気がしてますね。さあ今回相手は、白撃。まあ白撃みたいな高回転で両サイ振ってくる相手は嫌ですね。嫌いですね。はい。まあその代わりこっちは、まあ、スパーキーからの、まあ、ジャイで、形組んでスケル打って、まあ、対空系にやらめ、ポーンで、勝てるとすごい理想かなと、思います。さあ、ジャイからの、これ逆サイディガーもないので、これジャイで蓋してあげて、うわお迫撃ロケッティーな。痛すぎー、ジャイ。じゃあ、お前、ボコボコされてるやないか。もうちょっとなんか、HP4%。これか ?HP4% の。恩恵。ミリ残り。さあ、そんなわけで、アチャクイロケか。いや、これはちょっと珍しい方を引いた気がするが、まあ、ロケなら、このファイアボックスのね、まあ、ザッピーババあたり。まあ、ババはあんまりいいかな。頑張ってくれるといいね。すごい他人事ですけど。で、まあ、ケツからクミクミかな、さすがに。まあ、端前、バルキリーいないタイミングの、スケキンスケアとか強そうだと思ったんですけど、こういうのでも溜まるよね。溜めてもらってさあ打って、まあ、スキルも使い得みたいな気がするけどね。まあ多分綺麗な打っとこ。お出た。うおズルだ。あのマジでトルネ12族だ。えてかスケキンがはみ出てさ、キンキンとしてんだけど、おいトルネ12族13族っていうのか。これマジトルネ14だと絶対キンキンはできないんですけど、トルネ13のやつらだけ、やつらとか言っちゃってるんですけど、いわゆるもうズルですよね。の人たちは近畿とかできるんですよ。とりあえず鳥のね、レベルが低ければね、スケルトンが死なないんでね、なかなか。っていう、もうズルです。あえてカーソーさせてないやつですね。まあズルというか、まあ、もうズル賢いというか、もうズルです。はい。言っちゃうとね。まあそこまでしてでも勝ちたいっていう、まあ欲はわかるが、そこまでしてでも勝てなかったら、お主知らんぞっていう。そういうことよ。さあ、やなめ削りいきます。さあ、ここも確実に。で、ちょっと高めのスパーキーはロケ打たれても、これコストトントンなんでね。あれタワー当たんないよね。よかった。よいしょ。さあ、スケキン、ザッピー。なんなら、ババを添えてあげて。いや、このためのババです。アチャクイメタです。で、なんなら最後の最後にしっかりディガーまで拾っていくっていう、この。で、やなめさくちゃん、じゅじゅー。まあ、そんなわけで、まあ、ババ使う場面ちょっと少ないですけど、まあ、なんかこのババがいいんでしょうな。うん。まあ、ちなみにね、このね、すんごいデッキ、僕、前シーズンマルチで、ちょいちょい使ってたんですよね。そう、トロハゲで、そう、なんかトロ、まあ、沼ったりだとか、なんか上がんねーなーとか、ちょっとね、気分転換に使ってたんですけど、そこそこ勝てましたよね。なんかね。いや、ほんとなんかわかんないんですけどね。気づいたらね、この物量というかもう、一個一個のブーツたちがね、そう頑張ってるんですよ。そこらもね、圧着いで受けてあげれば、圧着いじゃない、圧着いジャイで受けてあげれば、よいしょ、気づく、これもカウンターですね。そう、ザップ。いや、ザップ割れや。いやー、いい、圧着いだ。で、ここで本当はスケルトンラッシュ行ってもいい気もするんですけど、なんとなくのスケキンって言っちゃいます。あー。いや、でも、いや、頑張ってる。スパーキー頑張ってる。頑張ってる。よいしょ。あー！あー！ユノマ、どこにいるんだい？いやー、これはなんか、もったいないですね。まあ。これでダメージ勝ってますから。とりあえずね。で、今回の相手は、
いや、メガナイト、ラム、なんかザップなんですよね。なんで、まあ、メガラムの、エレスピオコウモリで、ユキをザップにした方っていうのも、一応存在はするんですよ。で、しかもゴーストユーノなので、まあ、ぽいっちゃもう、ぽいですよね。うん。あ、でも、ウッドがあったっけ？ウッドザップだった？いや、ちょっとわかんないな。いや、これスパーキー合わせたいけど、逆サイブッパスされた時に、スパーキーカバーを何もできなそうだったので、一旦スケキンおじさん挟んで、スケキンおじさんさよならします。さあ、もうなんか、盾いっぱいあるからね、これ。圧着陸があんまり怖くないね、でも。よいしょ。で、こういうのもう絶対ザップとか大好きですからね、相手。はい。そりゃそうよ。ザップ来ないわけがないよ。さあ、で、これはまあ、スケラ一旦打ってから考えよう。うん。打ってから、あとは、まあ、どうするのっていう。俺、大丈夫っていう。一旦、打ってから、どうしようかなって考えて、やばいよねっていう。ウッドザップ、ちょっと、俺からしたら辛いんだよね。さあ、まあ、無限スパーキーですよ。で、逆サイ来たら、ババだったり、ハンターだったり。よいしょ。いやー、これね、なんか、ウッドザップちょっと強いね。これ、ウッドザップうまいね、しかも。ファイブウッドザップだから、しかも。で、これまた踏まれるじゃん。なんか、相手の攻めないっすね。もしかして。もしかしたら相手、これだって、アチャクイメガナイト、ゴーストユーノで4枚でしょ？ 5 ウッドザップが。まあ、もう1枚か。まあ、なんかがあるとしても、なんだろう。サンスペ、アチャクイメガナイト、ゴーストユーノ。こうやってね、どうやって削るんだみたいなデッキしてる。まあ、もう1個ディガーかなんかとかあんのかな。さあ、避けていくハンター。いや、でもマジで、これ、俺の攻め通んないんですよね。だから、一生粘って、こうやって。よいしょ。スパーキーにちょっと頑張ってもらうっていう。これで勝てんのかな？なんならゴーストまで。熱い。いや、これは言っていい。で、これ絶対後ろにメガナイト踏みたいと思うんだけど。あー、いい、ザップ、撃て！撃っちまえ！いや、撃たねえか。いや、でも、祈りスケラが、いや、言うのはマジでね、言うのバグ、なんなら強いからね、これ、本当に。言うのバグさ、うわぁ、ラム来た。これやばいね。これ一旦さ、ここで多分止めた方がいいかもしれない。本気で突破されに来る、これ。さあ、いや、やばい、マジでやばい。いや、でも、さすがに、なんかたまたまさ、なんか、たまたま勝つそうじゃん？マジで。あ、やばい。たまたま？なんだこのジャイは。なんだこのジャイは、マジで。誰しもが思ってるだろう。なんだこのジャイは。いや、でもこのジャイがなんなら止まらない？よいしょ。なんだこのババもだって相手止めないといけない。もういいぞ。なんか知らんけど勝てるのがこのデッキさ、279。やだめ2周。うつがタイブレイクで、下がってく。にょい。なんか俺の攻め全然通らなかったんすけど、まあ、なんかね、相手の攻めも通んなかったよね。これがやっぱババですよね。ババザッピーのファイブカスのおかげで、超鉄壁となりましたよと。さあ、というわけで、これね、いや、すごいデッキだ、マジで。見た目いかつすぎるっすもんね。まあ、そんな見た目通りね、破壊力もすごいんで、まあ、ぜひね、まあ、スケキンぐらいならなんかこう、ね、まあ、ダークピリとかさ、そういうカードにしても全然使えそうな気がするんでね。まあ、皆さんぜひね、このデッキ使ってみてください。チャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。